どうしよう。そうね、まあ多分帰ると思います。うん明日3時間じゃできないかもしれないけど、まあちょっとよろしくお願いします。許してくださいませ。はいサマステ頑張ります。明日は楽しみなので、うん、サマステ行くようだって。お、待ってます。楽しんでね。ありがとう。うん、お代理に会える近いイベントは劇場とかですかね。多分近いとかってなると、サイリウムの色は何でしょうだって。あ、確かにサイリウムの色は明日決めた方がいいのかな。お、まあ、と大さんが熊タワー建ててくれました。ありがとうございます。イエイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。まあ、と大さんありが熊タワー、イエイ、ありがとう。え、サイリウムの色決めた方がいいのかな。うん、うん、私はじゃあオレンジと青で。オレンジ青、前通り。そう、定番カラーで行かせていただきます。人でと同じ色確かに、まあ星ですけど。うん、おだいりちゃん生誕祭やらないのかな。だって生誕祭ね、予定ないです。予定ありません。うん、生誕祭当たりますように。だって生誕祭やる予定がないのですわ。うん、
そう、公演にね出る予定がないです。うーん、日照終わりです。だって、お、早い、ありがとうございます。うん、喋ることを考えながら、でも画面は大丈夫だよ、思考停止じゃないよっていう意味でこうやってやった、うん、昨日仙台で牛タン食べたの、食べました。あ、コルチャーとガチでノーお代理ノーライフさん、コルチャーとガチでノーお代理ノーライフさんがクマタワー立ててくれました。ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。コルチャットガチでノーおだえりノーライフさん、ありがくまたわー、ありがとうベア。ありがとうございます。エリちゃんいつもありがとうございます。だって、こちらこそありがとうございます。イエイ。お祭りの屋台で何が好き？べっこう飴と人形焼きとりんご飴とチョコバナナ。今日でショールーム最後なの？だって。え、そうなの？なんでいつもこの時間メガネ入りなの？あれです、コンタクトなので。そう、寝る前はメガネ、うん、ラスト枠、ラスト枠です。うん、え、メガネで配信してるメンバーは私ぐらいかな。めっちゃそれだったらめっちゃプライベートって感じですね、配信。せいちゃんもメガネだ。メガネマスクの人もいるよ。え？メガネマスク配信？あやみもメガネしてる。おお。メガネ似合うよ。プライベートはしないの？しない。
ングラスにしよう。だってサングラス持ってるけど、サングラスしても意味ないよ。だって見えないもん。メガネっ子意識いけ？どういうこと？普通に見えないからメガネしてる。小田博士だって、イエーイ。何発明しましょうか。すっぴんです。てかさ、明日サマステは7時から8時でしょ。カラーズって何時からだっけ。8時までなんだ。だってあれ違うの、7時からだから勝手に8時までだと思ってた。カラーズも19時か、同じか。頑張ってありがとう。サマステいつも1時間ないぐらいだって。あ、そうね、あんま長いイメージない。結構すぐ終わるイメージ。レインボースター100個来てる。だって、嘘。レインボースター100個、マジで。やったー。レインボータワーだ。だってチュンチュン、チュンチュンさん、チュンチュンさん、レインボータワーありがとうございます。レインボータワー初めてかも私。チュンチュンさん、ありがくまタワー。あ、まあ、いや、クマじゃない、間違えた。ありがレインボータワー。全然クマじゃなかった。チュンチュンさん、ありがレインボータワー。レインボースター投げ回ってます。だって、あ、いろんなところで。やば、レインボースター屋さん。私虹色が一番好きな色だから嬉しいです。投げ回ってるってすごいな。だってね、すごい。
イベントにお題いれば安心と上に思われてそうだって。え、そうだったら嬉しいです。明日はイベント、明後日は撮影がありまして、しあさってはカラーズ、29からは多分8の日のリハなんですよね。うん、そうだからリハがいっぱいあるので、あ、確かにそっか、お話し会もあるのか、30、31で。あ、チュンチュン、チュンチュンさん、あれさっきの虹の人、チュンチュンさんありがとうございます。チュンチュンさんがクマタワーくれました、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。チュンチュンさん、ありがクマタワー、ありがとうございます。これも配り回ってるんですかね、クマタワーも。どうもです。すごい、うん、今の君って本当の君だと思う、だって。え、そうです、そうです、現実、普通、本当に私、うん、熊タワーはおだいりちゃんだけです。わーい、やったー、嬉しい。私熊好きなんですよ、好きだから。お、ゆうきさん、ゆうきさんが、クマタワーありがとうございます、クマ大好き、めっちゃ嬉しい、ありがとう。じゃあゆうきさんにもみんなでお礼言いましょう。ゆうきさん、ありがクマタワー。前もクマ好きって言ったらなんかくれた。あと、やばい、携帯が、やばい、初日のあれだ、来た、誰から、初日と同じ現象になってる、重すぎて。あれ、タワー立ててくれた方、やばい、熱暴走、熱暴走。としさん、ありがとうございます。としさん、クマタワーありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。としさん、ありがクマタワー、ありがとう。としさん、クマ大好き。そしてあと、なおなおさん、なおなおさんもありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。なおなおさん、ありがくまたわー、やったー、
クマ大好き。グリズリー。今日はね、そうグリズリーってなんだ、クマですよね。お便りのおかげで初星3週からのかける3できた。おありがとう。初記念日だ今日は。グリズリーは強いクマ。え、豪傑グマ。え、強そう。世界一でかいクマよ、3メートルあるやつ。え、3メートル、でかくね。そんなクマいるん？アメリカにいるだって。俺よりちょっとでかいだって。いや、何センチよ身長。グリズリー、後で調べてみよう。グリズリー、なんかアイドルの曲で、なんていうアイドルだったかな、グリズリーになんとかなんとかみたいな曲があって、グリズリー神宿さんだ、神宿さん、グリズリー、あ、めっちゃいい曲なんですよ。そう、ミュージックビデオも可愛くて、それでグリズリー知った。グリズリーに襲われたら、そうそう、グリズリーに襲われたらっていう曲があって、でも今の話聞いたら、もうグリズリーに襲われたイコールなんか終わり。すごい曲だ。YouTube でグリズリーの映像見たら激怖だって。え、気になりすぎる。グリズリーどんだけでかいんよ。あと5分、マジ。あー、これが終わったらサマステの振り起こしして、5時は無理だね。私5時無理、5時無理だ。だからちょっと時間変えます。うん、朝1回でいいんじゃない。だってそしたら夜さ、こうやってやろうとしたら時間空けずに配信することになっちゃう。
755にかけますね。うん、では振り起こし頑張ります。じゃあおランキング見ます。いきます。やばい、携帯がいきます。アリーちゃんアット13位ね。アリーちゃんアット台湾なーちゃん推し。12位白ジーアット ODA 神推し。11位クマティ。10位ひとくまさとる。9位みほ。8位みやちゃん。7位テイテイ。6位ゆうき。5位コルチャーとガチでノーオダエリノーライフ。4位マーアットオダシ。3位ナオナオ。2位トシ。そして1位はチュンチュン。ありがとう皆さん、今日一日長丁場でしたが配信付き合ってくださりありがとうございました。明日の予定はまた後で載せたいと思います。明日はサマステ頑張ります。じゃあほなまた。おやすみ。なおやってなう。あ、まだ1分ある。サマステ楽しみってきた。サマステは上手か下手どっちって聞かれたんだけど、まだ振り起こしてないからわかんないです。はい、ごめんなさい。気になるから今すぐ振り起こししてだって。分かった。じゃあまた明日頑張ります。おやすみ、バイバイ。